今日は晴天に恵まれました横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの2回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはベイスターズの先発大本、横浜スタジアム里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、はい、このあたり見ていきたいと思います。インサイド変化球決まっています。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、先制ホームランです。タイガースベイスターズ初回いきなり先制弾を浴びました。ベイスターズ先制を許します。1対0、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。スタンドギリギリの打球でした。この場面でホームランを浴びています。そうですね、どうかなと思ったんですけど、よく伸びましたね。先頭バッターにホームラン、痛い一発となりました。バッターは2番に入っている和田、昨日のゲームでなんと6安打の大活躍でした。いやー、たくさん打ちましたよね。少し距離取っておいてもよかったかもしれませんよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ベイスターズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。またファウル、打ちました。柴田、アウト、ワンアウト。バッターは3番バース、昨日のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ワンアウトランナーありません。アウトコース外れます。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ、センターが取りました。ツーアウトです。打順は4番掛布、昨日は驚くような活躍を見せました。いやー、本当に大爆発でしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ツーアウトになっています。切れました、ファールボール、ノーボール、ツーストライクです。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁、5番バッター石峰、昨日のゲームはなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。いやー、もう当たりに当たってましたよね。本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガースこの回先制のソロホームランが飛び出しています。打ちました、切れていきます、ファウル。牽制の上手いピッチャーですから要注意ですよね。ああそうですね、低めは外れました。変化球で空振りを取ります。打順は3番桑原、前回のゲームでは無安打に終わっています。ベイスターズ同点のランナーが出ています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番ソト、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナー1塁です。変化球空振り、アウトコースへ丁寧なピッチングで三振です。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターは6番オマリー、昨日のゲームで猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。打った、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁到達、
先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には真由美入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。序盤でリードされている分ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですよね。これが1球目、引っ張った。さあどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。2対0になりました。ベイスターズこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそしてバッターボックスには木戸入ります。さあピンチは続いています。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。ちょっとタイミングはずれました。高め際どいところ見送りましたがストライクです。ストライクを先行させていきます。追い込みました。打った、センターに強い打球。センター下がっていく、下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。3対0ベイスターズ、もうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあバッターボックスには先発の前川入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これが初球、ファウルです。あっと外れた。これが3球目、バッターに近いところで沈んでいきます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ打ちました、これはどうか。セカンドの右抜ける、ホームに送球。これで4連打、ノーアウトランナー3塁1塁。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。まず際どいコースをついてきました。打ちました、ボテボテ。ピッチャー取った、本塁タッチはアウト。セカンド送球、二塁送球アウト、ダブルプレー。バッターは2番和田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。セーフ。初球大きく外れています。もう一球牽制球、一塁はセーフ。一塁ランナーはそのままです。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、レフト入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。3番バッターバース。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球は際どいところに来ました、ストライクです。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックスは4番掛布。まあベイスターズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたい。打ちました、打った瞬間確信した、カン君入った、ホームラン。ツーランホームラン、これで6試合連続のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。7対0、4番に一発を浴びてしまいました。5番バッター石峰。初球ボール、バッター見送りました。ボール先行です。打ちました、
レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。8対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のパットン。さあマウンドを任されたのはパットン。今シーズン6試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ジャストミート、これは大きい、伸びていく。3球目打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。バッターボックス音坂。まあ大きくリードはされてますけど、まだまだ分かりませんからね、雑にならずに丁寧に攻めていきたいですね。さあ序盤から離された格好ですが徐々に返していきたいところ。初球打ち、バックホームする。これで5試合連続安打。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。アウトコースへいい球が来ました。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。ここはランナー返せません。ワンアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている伊藤。ワンアウトランナー1塁3塁です。2球目は何で来るか。よどい球、わずかに外れています。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。チャンスの場面振っていきましたが三振。さあバッターはパットン、そのままバッターボックスに入ります。まだ変えたくないということなんでしょうね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。さあ3球目は何か。打ちました、高いバウンド、ファーストゴロ。ファーストを取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。いやもう本当にね、これ以上点をやったらもう取り返しがつきませんからね、より慎重にという感じですかね。そうですよね。この後の巻き返しになるんでしょうか。しっかり捉えた、レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあ初球は何か。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、レフト入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。ベイスターズ追加点を許します。10対0。ここで一発を浴びてしまいました。次はピッチャーの打順ですが先発の前川、バッターボックスです。まあ前の打席は打たれましたけど、ピッチャー相手にそうそう打たれるわけにはいきませんからね。そうですね。高め外れました。打ちました、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。ああなるほど。打ちました、高く上がった、ライトバックバックバックする、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁二塁です。初球は何で来るか。打った、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバー、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、2
追加点が入りました。タイガースレフトオーバーのタイムリーヒット、12対0ベイスターズ、なおもピンチです。まずはボールから入りました。バッターのバース、今シーズンの得点圏打率は7割2分5厘となっています。次が3球目、打ちました。いい打球だ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。ベイスターズ追加点を許します。14対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、もう少し慎重に投げて。ベイスターズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは三上。さあマウンドに上がったのは三上、今シーズン7試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。初球ストレート見送っています。ボール、スピードボールを持っています。打った、取りました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは5番石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。改めてお聞きします、この石峰どういったタイプのバッターでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。ああそうですか。打ちました、取った。2塁は無理、1塁送球アウト、ワンアウトです。バッターは6番オマリー、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。ここはセンター、セカンドランナースタートを切る。打席には7番バッター真由美、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。打った、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、15対0。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番木戸、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、二塁へ送球、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。ベイスターズなおもピンチです。さあ打席には先発の前川入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まず変化球を見せてきました。ファウルになります。ツーストライクです。大きく外しています。ファウルです。打ちました、ここもファウルです。危ない球です。さあ仕留められるか。打ちました、抜けました、右中間へのヒット。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター松永、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打ちました、大きな打球になった。この打球は落ちそうだ、右中間破っていきました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁、打席には2番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーッと抑えて、タイガースがダイソーを送ります。新庄セカンドランナーに入ります。まずは変化球から入りました。打った、
大きな打球になった。外野ヒットになりそうだ。センターオーバーもヒットになりました。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バッターランナーはタイガースが突き放します。左中間へのタイムリーヒット。ベイスターズなおもピンチです。バッターボックスは3番バース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、今のはスライダーを待っていたようなスイングではなかったですよね。打った。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん入った。ホームラン。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね。ベイスターズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは武藤。さあ、マウンドを任されたのは武藤。今シーズン7試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球ボール。これが2球目。打ちました。浅いフライ。ここは打ち上げています。3球目打っていきましたが、最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。4回の表タイガースの攻撃。バッターボックス石峰、今日はホームランを放っています。ベイスターズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ、小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。ええ、流れを取り戻したいですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。右に切れて惜しくもファウルボール。3球目は何で来るか。一塁線抜けていきます。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は7番真由美。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっき引っ張った。高いバウンド。ショート前に来る。送球する。アウト。ツーアウト。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。ノーボールツーストライク。さあ、外してくるのか。打った。左中間に強い打球。レフトセンターバックする、バックする。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターは前川。今日はバットでも貢献しています。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあ、さっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい。さあ、ここはやり返すことができるんでしょうか。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース1点を追加しています。打席には6番バッター音坂。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はバットが触れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。高め打ちました。これはどうだ。取った。2塁はセーフ。これでマルチヒット。ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックスには7番柴田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナー2塁1塁。外低めに変化球が決まります。さあ、バッター追い込まれています。見逃し三振。ランナーは動けません。まず何を投げてくるか。初球から力いっぱい投げ込んできます。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。空振り三振。ランナーは動けませんでした。3アウトチェンジ。小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから初球打ち伸びていく。外野大きな打球になった。まんまん中左中間破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。
2番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、打ちました。これはどうか、セカンド取った、一塁を送ります。アウト、ワンアウト。バッターボックス、バース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うん、まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ワンアウトランナー三塁です。今日はバッティング絶好調、2打席連続ホームランが続いています。うん、打った、これもいったか、大きな打球になった、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには4番掛布。初球は何から入ってくるか、ちょっとすっぽ抜けた感じです。落とすボールで空振りを取りました。打ちました、これは大きい、伸びていく、ここはフライになっています。3球目打っていきましたがライト掴んで2アウト。三遊間、あっと取れない、内野を抜けていきます。うん、どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。どうやら大丈夫のようです。打順は6番オマリー、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球する、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー三塁一塁。ここでタイガース、ダイソーを送ります。まずは見送ります。ワンボール、低め、これは外れた、引っ張った、サード取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。2番バッター宮崎、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。うん、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコースへの変化球、ストライクです。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。ツーアウトになっています。バッターは3番桑原、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えた、変化球空振り、スリーアウト、チェンジ、ランナー出ましたがベイスターズ得点には至ります。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、この回の先頭バッター松永、初回先頭打者ホームラン、ベイスターズこの一発で先手を取られます。2回の表、ノーアウトで2塁にランナーを置いて7番真由美、その初球をしっかり弾き返します。ベイスターズ1点を追加されます。続く攻撃、得点圏にランナーを置いて8番木戸、追い込まれてからのタイムリー、ベイスターズ1点を追加されます。8番バッター木戸、前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうです。これから6回、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の梅野。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか、アウトコース見送っています。インローボール、打った、柴田取って、ワンアウトです。うん、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。ピッチャーに打順が回って先発の前川打席に入ります。
まあピッチャーの打席なんできっちりアウトを取りたいですね。そうですね。ファウルになります。打ちました。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これがチーム30本目のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。今日はダイソーで途中出場の新庄。さっきやつ打った。スタンド一直線、レフト一歩も動けない、スタンドも越えていった。ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られ打球は場外に消えていきました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは2番和田。バッターボックスには代打の浅村。浅村、バッターは浅村、背番号37。インサイド外れます。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。これで3連打。ワンアウトランナー一塁です。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のエスコバー。バッターボックスには代打のデスパイネ。さあバッターはデスパイネ。ここでホームランが出ると通算150号ホームランの達成となります。打ちました。いい当たりだ。レフトが追いかける。ぐんぐん入った。ホームラン、ツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。4番バッター掛布。さあまず1球目打った。取りました。これで5連打。ワンアウトランナー一塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。大きく枠を外してきます。ボール先行です。高め打ちました。切れていきます。ファウル。打った。高い打球センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ベイスターズ追加点を許します。バッターはダイソーから起用されているアリアス。昨日のゲームでは5安打の大活躍でした。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで7連打。ワンアウトランナー2塁となりました。7番バッター真由美。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを二塁に置いています。バッターボックスの真由美、今シーズン得点圏での打率は打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、レフトが取りました。ツーアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。ノーボールワンストライクです。打ちました。これはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。ベイスターズ
もうこれ以上点はやれません。さあバッターボックスには先発の前川入ります。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました。ピッチャーゴロです。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんでこれ以上失点すると相当厳しい展開になりますね。そうですよね。しのぎ切りたいこの状況です。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でヒットを放っています。まずはワンアウト、打ちました。レフト下がっていく、下がって入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。エスコバーストレート、レフトスタンドに運ばれました。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは守備交代から起用されている亀山。初球甘いコース、バットが出ませんでした。打ち上げた、これは浅いフライ。この打球はフライになっています。変化球を打っていきましたが2アウトとなっています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、そうですか。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、どうだ、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは5番石峰。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。ファウルです。三遊間、大和掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。外低めの球、すぐに追い込みました。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました。ファールボールです。ノーボールツーストライクです。ここはランナー返せません。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。これから8回タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは三島。今シーズン5試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。初球ボール、内へ低めに変化しました。ボール先行です。打ちました。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打ちました。ボテボテ、ショート前に来る、前に来る。宮崎、これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。梅野が打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところ打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。これでマルチヒット、ノーアウト満塁です。はい、バッターボックスには代打のバティスタ。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。
打ちました。左中間に大きな打球。さあどうだ、フェンス直撃、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。タイガース走者一掃のタイムリーツーベース。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って新庄、際どいコース見送っています。さあ2球目は何か、打った、高く上がった、この当たりはどうか、センターオーバー、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターは浅村、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。打ちました、いい当たりだ、レフトを追う、センターを追う、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ベイスターズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは石田、今シーズン5試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。初球ボール、落ちる球、見逃してストライクです。ワンボールツーストライクです。バットに当たりません、三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ワンアウトランナーなし。低めの変化球は決まりません。ファウルになります。打ち上げました。ここは打ち上げています。4球目打っていきましたが2アウトとなっています。打席には5番バッター石峰、今日は2本のホームランを放っています。2アウトになっています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。外れていきます。ジャストミート、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには6番アリアス、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。しっかり捉えた、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは7番真由美、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。打ちました、これは大きい、伸びていく、どうだ、レフト線フェアです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3連打、2アウトランナー2塁。
打ちました。ボテボテ。セカンドが前に来る。柴田一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。バッターボックス外、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。これはどうだ、取った、二塁送球、二塁はセーフ。セカンドのフィルダースチョイス。ベイスターズチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。打順は5番梶谷。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ベイスターズランナーが出て二塁一塁となっています。高め決まってストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。チャンスの場面で見逃し三振。あえなく。バッターボックスには代打の関根。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。ストライク。さあ追い込みました。インコース、これは外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。見逃しましたがストライク、三振。スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。9回の表、かなり点差が開いた場面でも、小宮山さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがいかがでしょう。援護がないのはかわいそうですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。野球は最後まで分かりません。スライダー決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルになります。ここはスライダーを続けてもいいかもしれませんよね。なるほど。さあ何を選択し、引っ張った、取った、一塁送球、アウト。スーパープレイ。いい動きでした。打順は1番に帰ります。バッター新庄。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい。今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。センターに抜けました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。浅村が打席に入っています。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。ストレート打った、あっと追いつく。素晴らしい守備を見せてくれました。ランナー二塁は変わりません。抜けている。さあバッターは森谷。そのまま打席に入ります。ここは代打を送って攻めたいですよね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた。バッターボックスには代打の近本。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球から打っていった、ライトの頭上を破っていった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。ベイスターズなおもピンチが続きます。バッターは4番掛布。まずはボールから入りました。バッターの掛布、今シーズンの得点圏打率は7割2分9厘となっています。これが3球目、次が4球目。うちのボール打った、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには5番石峰。先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。引っ張った、サード取った、一塁送球、判定はアウト。スリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席はツーベースでしたからね。ええ、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。ええ、そうですね。
エラーでインサイド落ちました。ショートの横抜けた。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙う。変化球打った、ボテボテのピッチャーゴロ、二塁へ送球、際どいタイミング、二塁アウト、一塁アウト、これで3アウト、試合終了です。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。